ミワユーコのファッショナブルマミー。この番組は頑張っている女性、そして母と子を応援する番組です。さあ、今日はこのコーナーからです。今日は外にやってきました。春といえば女性はヘアスタイルやメイクが気になりますが、今回は素敵に見せるヘアをちょっと探ってみたいと思います。今日はですね、ヘアスタイリストのユミさんにいろいろ伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あきこさんに今日はモデルになっていただきますが、今日のなんかご希望なんかありますでしょうか。春なので少しこう軽めに見せたいんですけども、先生、はい、かしこまりました。今日は春に向けてふわっと緩やかにキラキラしたヘアを作りたいと思います。テーマはふわゆるキラでいきたいと思います。はい、楽しみです。はい、今日は春をテーマにしたのですが、ふわゆるキラをテーマにしてます。で、まずあきこさんのヘアなんですけども、髪のロングさはそのままキープさせていただきたいと思いますが、少しもうレイヤーも伸びてしまって長くなってしまったので、こちらを少しウェイトを上げてふわふわ感をお顔のこの辺りから作ろうと思います。で、そのために、まずベースなんですけども、少しレイヤードって言って、あのお顔周り半分ぐらいからレイヤーを入れるカットのラインを作ります。その後に髪の毛の色はちょっと元気が出るオレンジ系の今年トレンドの色を加えていきたいと思います。で、柔らかさを出すために、中で少し2色使いのカラーをつけていくっていうテクニックを中に入れていこうと思います。素材美をすごく重視したいので、ビフォー、途中、アフターにケアをしっかり今回も入れていきたいと思います。今少しちょっと毛先の方にドライになりかけている髪の毛の修復もしっかりさせていただきながら、全体をあのすごくツヤ感の出るキラキラヘアに仕上げていきたいと思います。これが魔法の粉になるんですけども、鮭の皮からできているコラーゲンです。で、こちらを髪の毛にたっぷり使っていこうと思います。そうするとキラキラヘアが出来上がります。ドライにするポイントです。で、このポイントはまず髪の毛を乾かす、一番最初に乾かすのは前髪から乾かしてください。なぜかというと生え癖が一番多い、すごくスタイリングがしにくいところですよね。ですので一番最初に乾かしてください。春のヘア変身術、楽しみですね。見てみましょう。わどうですか。すごいツヤも出て、あのボリューム感もすごいふわふわな感じで、なんか春ですね、はい、先生、あのこのポイントは。はい、そうですね、まずブロッキングをさっきしたんですけども、3つに分けるっていうことと、そしてから巻くっていうポイントと、あとは巻いた後に熱を冷ました状態から手で地肌をこするような感じでほぐしていただく、そしてふわっとさせてからワックスを手に伸ばして毛先にキュッキュッとつけてもらうっていうのがすごくポイントなんです。どうしてそれは3つに分けたりとか冷ましたりするんですか。そうですね、まず分けるっていうことで、あの均等に巻きやすくなるっていう方法です。あと、まあ巻き方のこっち側内側に
こっちは外側に行って、巻き方によってもすごく髪の毛の変化が出るんですけども、その時にもやはり分けてあげた方がすごくご自身で巻く時に巻きやすいっていうのがポイントです。あともう一つ、そのままほぐさないまま固まった状態で巻いてる方がすごく多いんですけども、それを一旦熱が絶対冷めた状態、ドライヤーの熱やアイロンの熱を含んだ状態じゃなくって、それが冷めた状態になったのを確認してからすごくほぐしてもらうと、自然なカールがご自身でも再現できるんですよ。いかがでしたか？ぜひ皆さんも春らしい髪型試してみてください。それでは来週はメイクです。お楽しみに。今回ツヤツヤになった秘訣、その一つはこの鮭のコラーゲンでした。皆さんもインターネットで、探してみてください。今回のテーマは教育ということで、この本を書かれました谷沢塾塾長谷沢先生をお招きしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お子さんがやる気が出ないとか集中力がないという声をとても多く聞くんですが、そういったやる気を出させるコミュニケーションと何かありますでしょうか？多くの子どもたちやお父さんお母さんが勉強っていうものを大きな一つの魔物のように捉えているんですよね。でそれのどこからどのように攻めていけば、成績が上がるのかっていうことがわからないので、やりようがないのでやる気が出ないっていう子どもさんが非常に多いんですよね。それを分解してみたらどうかということを提案したいんです。はい、でそれは勉強っていうものは最終的に成績が上がるには、理解とですね、それから定着、はい、練習して自分のものにするっていうことですね。それと維持、この理解定着維持の3つから成り立っていて、この3つがしっかりできたときに成績が上がっていくという仕組みですよね。今定着ということで練習をするということなんですが、大人でもなかなか難しいですよね。やっぱり練習を繰り返すっていうところが子どもたちにとって一番苦痛なので、そこでやはり引っかかってしまうっていうのが多いですよね。でそれを、スッと前に進めてあげられる方法っていうのは、それはズバリ褒めるということです。でも意外にね、日常生活で叱ったりするんですけど、褒めるっていうのがちょっと難しいように思うんですけど、はい、そうですね。多くのお母さんがですね、どうやって褒めたらいいのか、私は褒めるのが苦手ですっていうお母さんにこれまでたくさん会ってきたんですけれども、ちっとも難しく考えることはありません。褒めるときっていうのは言葉を工夫するなどということは必要なくて、感情を込めてあげるということだけを考えれば十分なんですね。感情というと、褒めてほしい感情っていうのは2つあるんです。でそれはその1つ目はですね、喜びの感情です。今までできなかったことができたときに、わあよくできたねっていうのを、言葉は単純でいいんですよね、その感情を込めて体いっぱいで喜びを表現してあげる、はい、お母さん嬉しいわっていう感じですよね。でもう一つは驚きの感情です。でお母さんが、子供ができなかったことができるようになったときに、わあすごいね、お前こんなことができるんだね。で一番効果的な言葉が、こんなことができるのはお前しかいないだろうねっていう言葉ですよね。あ、いいかもしれないですね。これを言うと、もう僕はこれを磨いてこの能力を伸ばしていくんだって、もう子供はこう心に決めますよね。そういう、お母さんにそういう言葉を与えられた子供っていうのは本当に強くて、私の塾は結構厳しいんですけれども結構鍛えてもくじけないですね。とてもいいお話を今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありました。先生、来月はどんなお話でしょうか？はい、はい、やはり勉強学力向上の一番の大元っていうのは、はい、考えることから始まりますので。そうですね、はい、頭がいい悪い、頭がいい子悪い子っていうのは一切ありません。はい、ただ考えるという習慣があるかないかっていう子は、はっきりいますのでね、それについてお話ししたいと思います。楽しみにしてます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。